そんなもんな何万台も撮ったら忘れるべ。で今日は 何をきっかけでいたの？前からこのお店あるのは、ああなかなか境でも広いから、ああ近寄ることがない。ああはいはいはい、たまたまあの二輪館のスタッフが今ちょうどやっとって角間はいはいはい、そこからずっと帰ってきて北呼べ北天田はい、そうがこの辺にあったかな、でちょうどお腹空いたし飲み道しようと思って来たんですよ。悪魔に引っかかったわけやな。もう前から知ってはったけど、うん、まさかまさかうちの常連さんやったとは。あ、もう知らんわ。マスターはもうあの探偵ナイトスクープやっぱり、はいはい、やっぱうざいマスターはって言うて、その時とあとあの あれですよね、女性の方が来た時。ああ、まあいっぱい来てるからね、うちは。イエーイ、べっぺさん、イエーイ、気付けて帰るよ。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。です、ありがとう、ま、お父さん、また寄ってください。まだ行きます。その胸のコリピン連れてもらえますか。これ僕の虚弱体質発見、ね、ガリガリやねすみません、このバイクは 何年モデル。これは9年のロッカー C です。ロッカー C、はい、マフラーどこですか。これマフラーはモーターステージですね。モーターステージですね。はい、オッケーです。またエンジン当てた気がしたらこっちに来ます。はい、はいはい、ごめんなさい。これは何ていうバイクですか。セルビス。ゼルビス。何年モデル。わからない。わからへんだよね。25V。 ごめんなさい、あなたさっきエンジン音聞かせてもらえる。なんと彼女はバイクデビューしたてです。おめでとう、イエーイ。 OK です。すみません、モーターステージエンジン音聞かせてもらえますか。